上田市立西小学校は、長野県上田市にある公立小学校。旧上田市地区の市街地西部。旧小さ型群上万城村の地域を学区としている。上田市街地の西部は、江戸時代は、上田城下町から独立した村々であり、廃藩地県で、小さ型群上田町になってからも変わらなかった。その結果投校は、上田市街地を学区とする学校で唯一独立して、 開校した歴史を持っている。1872年の学生半句により、市街地の西部には、小さ型軍西脇村に、おもんみ、名学校が設置されることとなった。これがルーツとなっている。同校は、小さ型軍西脇村、諏訪部村、生塚村、秋和村を学区として開校したが、1875年秋、和村が独立し、 秋和学校を設置したため離脱し、諏訪部村へ移転する。1886年に、松平学校、上田外学校、進む新学校、常入学校と合併し、上田学校となったため同校の常磐城施行となる。1889年4月1日に、小佐型軍常磐城村が、上田町に合併されると、町立上田尋常小学校の常磐城分、教場と解消。 1895年の高等下分地で、調律上田人常高等小学校の分教場に、1899年に、本校の女子校が、調律上田女子尋常小学校として独立すると、男子のみの分教場となり1902年には、調律上田男子人常高等小学校の分、教場となり1904年には、日露戦争の影響で廃止。 男子も本校への通学を余儀なくされた。しかし1906年に再校されて男子のみの通学が再開。1913年には現在地に移転し地立上田男子尋常、高等小学校の西校となる。1919年の上田市政施行1922年の証券群城下村編入合併を経て1922年に、 上田市立尋常高等小学校が発足すると女子の通学も再開、同校の西校となる。1941年に上田市立西尋常小学校と改称して再独立。すぐ上田市立西国民学校と改称したが1946年には高等科が分治され、1947年には学生改革により上田市立西小学校と改称し、 現在に至っている。ありがとうございます。